スタンゲッツ、スタンゲッツ、スタンゲッツ、1927年2月2日から1991年6月6日はアメリカ合衆国出身の白人ジャズ、サックス奏者。本名はスタンリー・ゲイツキー、スタンレーガイエッキテナーサックスの名手で卓越したテクニックとクールなサウンドで人気を博した。1927年2月2日。 ペンシルベニア州フィラデルフィアのハーレムでユダヤ系ウクライナ人移民の家庭に生まれる。人通が三十五時間以上に及ぶ難産で最終的には監視を使って取り出した。弟ロバート、ボブが生まれる頃にはアメリカは不況時代のどん底で家庭の暮らしぶりは良くなかった。また1930年代、1940年代のユダヤ系アメリカ人の社会においては 懸命に働けば必ずその報酬はあるとし、結果として、経済的にも、社会的にも、家族の地位が向上していくというのが、重要な心情だったが、父、あるは、そのような気質ではなかった。母、ゴールディーには、スタンの才能がどこにあるか正確にはわからなかったが、この子供には何か特別な才能があるという確信は、あった。スタンはずっとクラスでもトップに近い成績だった。 そして1938年の秋、小学6年生の時に試験の成績と知能指数の高さによって特別優秀な生徒を集めたプログラムに編入された。スタンは家族でも特別扱いされた。母、ゴールディーから一家が一切れの肉しか夕食に用意できなかった時それはスタンが食べることになると宣言され、父や弟が豆やポテトを食べている時スタンは 家族で唯一のラムチョップやハンバーガーを食べていた。スタンは自分だけがそんな特典を与えられることにたまらなく罪悪感を覚え食事に関するこの思い出は生涯にわたって彼を苦しめることになった。6歳を過ぎた頃からスタンは楽器に引きつけられた。ピアノを持つ友人の家を訪れた時スタンはいつもそれを弾かせてほしいとしつこくせがんだ。 そして全くよどみなく、ラジオで聴いて、耳で覚えた、曲すべて完璧に演奏した。スタンはそれまで閉じこもりがちな内気な少年で、夢中になれる趣味をほとんど持たなかったので両親は喜んだ。スタンは自分の楽器が欲しかったが、経済的事情で母に跳ね付けられていた。しかし1939年の春の日、あるバラエティグループが1ドルで、 ハーモニカ付きで講習してくれるという機会があスタンは母を説得し12歳にして初めての自分の楽器であるハーモニカを手にした。ハーモニカの音がアパートメントに着いた地中満ちていた。たくさんのポピュラー曲やフォークソングを覚えブルースの音階をマスターした。夏の終わりには彼は自分の学校のコンサートで演奏するようにと声をかけられるまでになった。ある日、 学校のスクールバンドが2週間後にコンサートを控え、ベース奏者を必要としていた。そこでスタンはバンドの指揮者から誘われることとなった。スタンはモーツァルトの変町長の公共曲のメヌエットのベースパートの運指法を教わり引き通した。彼はそのバンドで数ヶ月ベースを弾き続けた。このバンドでスタンは他の楽器にどのように音を混ぜていくか、どんなタイミングで入って、 どこで出ればいいか、自分の楽器からどうやって、共鳴音を引き出せばいいかなどを学んだ。スタンはまた、バンドという集団に参加することによって、自分自身についても重要なことをいくつか発見した。彼は、グループの誰よりも素早く、楽譜を読むことができ、音楽に関しては、写真記憶的な能力を備えていた。そして絶対的な音感と、正確なリズム感を持っていた。 通常の人には普通見受けられない音楽的才能を身につけていた。そして何より彼は演奏することそのものを愛していた。何時間ぶっ続けに練習しても楽しいという感覚が失われることはなかった。そのうちスタンはメロディー楽器が演奏したくてたまらなくなっていた。父、あるは息子の懇願に耳を傾け、昼食代を削って三十五ドルを貯め。 それで1940年2月16日スタン13歳の時に中古のアルトサックスを買ってあげた。そのサックスにはひどいへこみがあり、緑色に変色した腐食のシミがあちこちについてきは固くなっていたが、スタンは自分の唇をその楽器を初めて当てた時、自分の中である何かが震えた感触があった。それ以前にはほとんど感じたことのなかったものだった。 そこからスタンは音楽小僧になりついたちに8時間はサックスを練習した。バスルームにこもって練習していたが、住居がとても密集していたので、近所から静かにしろと怒鳴られていたが、構わず演奏した。また母も積極的に積極的に進めた。スタンは近所の音楽スクールで週一度のレッスンを受けた。スタンは他のサキソフォン、ソプラノ、 テナー、バリトンとその仲間であるクラリネットを習得することに夢中になった。そしてその中音域における豊かなサウンドのゆえにテナーサックスがとりわけ好きになった。1940年の夏、スタンの目標の一つは、翌年の冬にジェームズ・モンドー高校の入学許可を与えられた時、その本校舎に通えるようにすることだった。本校舎にはオーケストラのスタジオがあり、 プールとジムがあったからだ。そのためには彼はバス運を習得する必要があった。オーケストラの第にバス運が空席があったためである。バスはサックスと同じリード楽器だが2枚のリードの共振をコントロールしなければならないため、サックスよりずっと演奏するのが難しい。スタンは夏休みの間5ドルの保証金を入れてモンドからバス運を借り出し1月のオーディションで めでたく第二奏者の椅子を獲得した。モンロー高校は80%の生徒はユダヤ人だったが、スタンの住む労働者階級の地域に属している者は、はっきり少数派だった。母は身なりをきちんとさせることに執念を燃やした。モンロー高の音楽のプログラムは、スタンの好みに合っていた。多くの分野をカバーし、指導は素晴らしいものだった。最初の2学期彼が、 単位取得のために取った6科目のうち3つは音楽で理論とオーケストラとバンドだった。それらの科目の平均点は95点だった。彼は毎日をオーケストラのリハーサルで始めた。楽団員は100人を超えていた。モーツァルトやブルースやその他のクラシックの巨匠の音楽を演奏した。スタンはオーケストラのメンバーから選抜された小グループに属しており、 彼らは、その卓越した技術でバンドを結成していた。ダンス音楽を演奏する、このグループは毎日午後遅くまで練習した。スタンの主任音楽教師であり、オーケストラの指揮者はスタンが、才能に恵まれた熱心な生徒であることを見抜き、その優秀な弟子に長い時間を割いて、無料で、個人的な指導を行った。1941年の9月に、 音楽教師はスタンに、名高い全市高校選抜オーケストラのオーディションを受けるように強く勧めた。彼は、簡単にオーディションに合格した。そこに加わることでスタンは、その詩における一番優れた教師たちや、若いミュージシャンたちと活動を共にする機会を得た。そしてニューヨークフィルハーモニックの楽器団員たちの指導を受けるという特権を手にすることにもなった。フィルハーモニックは、スタンと、 世界的なバス運奏者であるサイモン・コバーをペアにした。この頃スタンはプロのサックス奏者として様々な範囲の場所で演奏していた。同窓会のパーティーや日曜日のマンボマチネーや土曜の夜のダンスパーティーやバルミツバなどでギャラは平均して3ドルだった。渡せる限りの金を彼は両親に渡していた。しかし憧れのテナーサックスを買う資金は残していた。 そして14歳の誕生日までに質の良い中古の楽器を変えるだけの金を貯めることができた。テナーを手に入れて間もない頃、彼は後年検出したジャズトランペッター、作曲家、アレンジャーになるショーティ・ロジャースに出会った。その出会いによって二人の修生の友情が結ばれることになった。ロジャースはバンドで吹き始めて4ヶ月しか経ってないのに、これだけ譜面を読み込め、 これだけ吹けることに驚いた。15歳になった1942年の2月には、スタンは全面的に音楽に没頭していた。リハーサルに、コンサート、コバールや、シャイナーやウェッカーのレッスンに、ダンスホールやパーティーに、ジャムセッションにと、とにかく楽器ケースを手に駆け回っていた。父に最初のサックスを買ってもらって、以来、わずか2年の間に彼は、 素晴らしく豊かな音楽教を受けてきたし、技術はほぼプロのレベルに近づいていた。彼はそのすべてを愛していた。しかし、何より愛したのはホーンを用いて、思う、浮かぶままに、即興演奏をすることだった。彼は、名のある、ビッグバンドの仕事もこなせる人間として、年上のミュージシャンたちの注目を引くようになっていた。1942年12月のある日、そんな一人が彼を、 ローズランドボールルーム連れて行ってくれた。ディック、スティンキー・ロジャースのバンドのテストを受けるためだ。演奏をさっと聴いただけで、ロジャーズは彼に週休35ドルで食を提供しようと言った。しかし学校をドロップアウトしてフルタイムのミュージシャンになるのを両親を説得し、彼はプロになることが来た。これは賃仕事からの一大飛躍だった。それはまた彼がミュージシャンユニオン。 音楽家組合に入ることを意味した。年齢を実際より2歳プラスした。しかし彼のバンドに参加して2週間ばかり経ったある夜、無断欠席の生徒を調査する少年家係官が来て、即刻スタンを解雇されたしという命令書学だった。1月も後半に入ったある日の午後のバンドのサックスを演奏している一人の友人が、野良でやってる俺たちのリハに楽団に欠員があるからと、 誘われた。ティーガーデンのバンドは、片っ端から徴兵されていって、いくら新人を採用しても追いつかない状態だった。スターはサックスが、とてもうまく吹けるばかりではなく徴兵されるまでにまだ3年、余裕があると言って、彼の興味を引いていた。ティーガーデンはメディアには、ビッグ、ティーと呼ばれている大物アーティストであり、ジャズトロンボーンの草分けであり、独自のスタイルを持つ素晴らしい歌手でもあった。 スタンはティーガーデンの前で演奏し、週休70ドルの契約することに成功する。1ヶ月経った頃再び少年化係員が待ち受けていた。そして彼にスタンをニューヨークに、ジェームズ・モンドー高校に送り返すように要求した。ティーガーデンの少年化係員への長い説得の末、どうにかスタンはバンドに残れることになった。ティーガーデンは楽器においても、また歌においても、 即興演奏の名手だった。また常に美しいメロディーを作り出し、そこには伝染性のあるスウィング感と天然のリリシズムが付き添っていた。それは若いスタンに最も深い影響を与えた。年間260も仕事をこなしその度に200マイルから300マイルを移動した中でスタンは多くのことを学んだ。ステージ上で実例を示して教えられるだけでなく、 バンドが移動している間、ティーガーデンはほとんど絶え間なく音楽セミナーを開催していたからだ。そして若いミュージシャンたちを進んで後押しした。彼はしばしば特別な学習プロジェクトを立ち上げた。例えば彼はピアニスト、アート、テータムの革新的な火星のアイデアに魅せられていた。そしてテータムの最良のソロをレコードから一音一音楽譜に書き取り、それを スタンや他の若手楽団員たちと共に綿密に検証した。ティーガーデンはスタンが音楽的に大きく成長する機会を与えた反面、悪い影響も与えた。アルコールである。ティーガーデンの飲み方はちょうど急であり、彼の行くところどこにでも酒があった。そしてティーガーデンも他のみんなもスタンに酒を飲むことを奨励した。そしてスタンも酒が ストレスや移動の疲れを癒してくれることを発見した。それは、また彼に多幸感をもたらし、だんだん、それなしにはいられなくなった。また、ずっと後になってから分かったことだが彼は、遺伝的に依存症になりやすい質だった。1943年の夏には彼は、毎晩のように泥酔する人間になっていた。しかし、酒びたりであったにもかかわらず、スタンの演奏の腕は向上していった。 ティーガーデンもそれに気づいて彼に時々即興ソロの機会を与えるようになった。1943年10月の初めにティーガーデンはスタンを連れて南カリフォルニアに住むことにした。スタンはそこがあっという間に気に入った。常に輝いている太陽とヤシの木と広々としたオープンスペースは文字通り楽園に見えた。ここにずっと住んでいたいとスタンはすぐにそう思った。 また、この頃から深刻な因子問題を抱えていた。スタンは、ロサンジェルス近郊で、有能なビッグバンドのサイドマンとしての評価を上げていった。そして、サキソ本奏者が徴兵で取られてしまった時、週給25ドルで仕事をしないかというオファーが来た。彼は即座に引き受けた。豪勢なサラリーはスタンと彼の一家にとって安定を意味していた。 加えてその新しい仕事は音楽業界で本格的に注目を浴びる機会をスタンに与えてくれた。バンドリーダー、スタン・ケントンは順風満帆だった。ケントンはティーガーデンとは対照的で酒は、たしなみはしたが仕事中毒で何よりアルコール中毒ではなかった。最も後年には両方になるのだが、ケントンは即興演奏家としては特に欠出してはいなかった。 彼の真の情熱は作曲と編曲にあった。スタンがそのバンドに合流したのは1944年2月末のことだったグループはロサンゼルスを離れて南フロリダに行こうとしていた。20カ所に及ぶ軍の基地を慰問するためだ。いつものように彼は2日のうちに譜面をすべて暗記してしまった。スタンは相変わらず酒でハイになり続けていた。ほとんど毎晩のように、 意識がなくなるまで飲んだ。また、バンド内のヘロインをやるグループにそそのかされて、ヘロインをやった。ヘロインによる幸福感、不安や恐怖がどこかに残らず消えてしまう状態になってしまった。その後に2週間、スタンは何度か同じ感覚を探し求めた。それから、もっと効果を高めるため注射を試み、さらなる高骨感を得た。そして1日それを抜かしたとき、 ひどく体の調子が悪くなった。すでに彼は中毒になっていた。スタンはミュージシャンとしてはほとんどいつも通り仕事を続けていけた。注射した後すぐにやってくる意識が朦朧とする時期があるが、やがてジャンキーはエネルギーに満ちた、張り詰めた体で目覚めバリバリと仕事をこなした。体が次の注射を求めるまでは、ケントンからは学ぶべきものがほとんどないとスタンは、 思い始めていた。ティーガーデンと一緒にいた日々が懐かしかった。ティーガーデンのすべてのソロが彼に何かを教えてくれたものが、彼は新しい師匠を探し始めた。そこで自分の一番優れた資質はメロディーを作り出すことにあるのだということが次第にわかってきた。それがわかると、ジャズの歴史上最も素晴らしいメロディストであるレスター・ヤングの仕事に強く引きつけたれるようになった。 スタンはレスター・ヤングをフィーチャーしたレコードを十回も続けて聴いてた。そして彼はヤングのソロを一音一音完璧に再現できた。ヤングの音楽を研究すればするほどスタンはますますそこにのめり込み、それは彼の一部になっていった。そのメロディックな美しさと感情的な近しさに心を惹かれた。ヤングの考え方はこれまでの何にも増して、 スタンのイマジネーションを解き放ってくれた。そして1944年の夏の間に彼の即興演奏の能力は飛躍的に向上した。彼はもっとソロを撮らせてほしいと、ケントンに懇願し続けていた。しかし、ケントンとは彼を退けた。スタンの最初のレコーディングされたソロは194年12月19日の米軍放送からのエアチェックで聞くことができる。 曲は、I know that you know. 彼の演奏は、進歩を続けた。そして1945年2月2日に、スタンが18歳の誕生日を迎えたすぐ後、ケントンは彼を主席席ソフォンソロイストに指名した。ここでスタンは、ケントンに、ヤングのコンセプトのいくつかをバンドのアレンジメントに持ち込めないだろうかと持ちかけてみた。ヤングの音楽は、単純すぎると言って、 ケントンが退けた時スタンの心は離れていった。1945年4月下旬にスタンは退団した。スタンケントン、ジミード・ドシー、ベニー・グッドマンの各楽団で活躍した。1940年代後半にウディ・ハーマン第二期モダンオーケストラ、セカンド・ハードにおける組曲、サマー・ケンスの最終章、初週、アーリー・オータムの名演を皮切りに、 自身のクールな感性の徐々を味あふれる表現力とサウンドでクールジャズを代表するテナーサックス奏者として知られようになる。しかし一方で麻薬にも手を染めるようになり、1954年には駐車用のモルヒネ欲しさにシアトルの薬局で武装強盗未遂事件を起こして逮捕され、ロサンゼルス郡南カリフォルニア大学医療センターへ収容されてしまう。 ヘロイン中毒で実刑判決を受け、半年間の服役生活を終えた後は、北欧へと旅行をするが、その際北欧に見せられたためか、スウェーデンに移住し、民謡を題材にした作品を制作したりと一時的に、ヤズからは離れていた。その後、1961年に帰国。翌1962年、当時注目されていたブラジル音楽ボサノバを取り入れたアルバム。 ジャズサンバを、チャーリーバードと共に録音。それによって、ジャズ界におけるボサノバ奏者の、第一人者として高い評価を得る。1963年3月、ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビンと共に、ゲッツ、ジルベルトを録音。翌年3月に発売された同アルバムは、グラミー賞4部門を独占する大ヒットとなる。1970年代になると、 当時の流行であったフュージョンも取り入れ、1972年には、リターントゥフォーエバーのチックコリアや、スタンリー・クラークを従えた、アルバム、キャプテン・マイルを発表。1988年には、ポップグループ、ヒューイ・ルイスザ・ニュースのアルバム、スモール・ワールドに、サックスのソロで、ゲスト演奏をしている。その後、麻薬に代わって、 アルコール依存に悩まされつつも演奏活動を精力的に続け、ガンとの闘病生活を続けた末に1991年6月6日、肝臓ガンにより亡くなった。作家でスタンの表伝の翻訳をした村上春樹は、スタン・ゲッツを個人的に一番思い入れのあるジャズミュージシャンに挙げている。タグを見ない天才的なテナーサキソフォ奏者だったが、 ジャズの歴史を大きく塗り替えたタイプの人ではなく、ゲッツがその人生を通して終始追求し続けてきたのは、フォームを根本から転換していく音楽ではなく、時代時代に応じて、自らの魂を内側に向けて掘り下げて深めていく、個人的な音楽だったと語る。スタン・ゲッツの音楽の真髄は、リリシズムにあり、それもほとんど完璧な演奏を技術に支えられ、 勝手にどこかにぶれていったりすることのない筋の通った、叙情精神だという。彼の音楽スタイルは文芸に関して言えば、スコット・フィッツ・ジェラルドの文章に似てるかもしれないと述べる。フィッツ・ジェラルドの書いた作品には、どれをとっても、心の機微な揺らぎを精密に捉えて描写する、みずみずしく自由活達な文体が見出せ、そしてその真には普遍的な倫理性とでも言うべきものが、 多かれ少なかれ必ず含まれている。ドロシー・パーカーはかつて、フィッツ・ジェラルドは、どのような、つまらない小説でも、うまく書かないわけにはいかなかったと評したことがあるが、それはおそらく、スタンゲッツに関しても言えることではないかと言い、彼が手を触れた音楽には、それが、たとえ比較的価値の劣る作品であったとしても、そこには必ず、スタンゲッツという刻印が明確に刻まれることになると、している。 また、スタンは、美への号と称する特別な内的な力を持っており、その力は、美しい芸術を生み出すための根源的なソースとなり、またある時には、持ち主の魂を鋭くついばむ永遠のデーモンとなり、このデーモンが、スタン・ゲッツを追い詰め、災難だと語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。